春澄の広子は、平安時代の女官、家人。署名を高子と言ったが、元行元2月に、陽税天皇が母校、藤原高子の名に触れる女官たちに改名を命じたため、高子から広子に改める。苦行、春澄の吉縄の娘として生まれる。父善縄はもともと、伊勢国稲部軍を本拠地とする、地方豪族稲部氏の一族であったが、天朝5年に、 春隅の宿根の生を授けられた。前縄には4人の子供がいたとされるが、いずれも大成せず、広子を最後に、春隅の死は、歴史から消えることとなった。父前縄の死後、上岸15年9月に、本願伊勢国稲部軍に下り、に、一族の代表として稲部神社に、宇治神奉放している。広子は、生は、養精、高校、歌。 第五の五代の天皇に仕えた。上岸十年正月八日、六位から十五位下に上位された後、同十五年九月九日までに、十五位上昇寺となり、広子に改名した年の元行元十一月生五位下。任が三年二十四位下に進む。その後に天寺となり昇寺、藤原敏子の下で、高校天皇の奉御の際には、鈴院久部の大役を務めている。 官票8年に14位以上、演技2年に13位の行為を賜った。特に歌天皇からの信任厚く、官票ご位会には糸図どころに出資中の広子への高い評価が記されている。第五天皇の受膳の際には、賢治氏の大役を果たした。歌天皇の尿も、藤原敦子のもとに出入りしており、ここは歌集に一種。 散る花の中に死と丸物ならば、我うぐひすにおとらましやわが取られている。山と物語には、糸どころの別当として弘子が登場しており、あつこのサロンで歌人の伊勢、兵衛の妙部、一の巫女で行われた歌会に参加した様子が描かれている。ありがとうございます。